んです。アイミンです。はい。はい。チームワイ。うえーい。はい。何？今日はですね、私怒っています。あれ？アイミバージョンです。うん、アイミンも怒ってたん？どうしたんですか？まあね、わかりますよ。わかりますが、今日は、うん、いつも、はい。あやさちゃんが、うん。言っている、うん、間違いを正させていただこうかなと。え？なんや？なんか間違ってたっけ？アイスちゃんいつも、はい。アイミンが好きなアザラシ。おぉ！の話になった時に、名前をね、うん、ゴマタンやったけど、言ってくれる。うん、で、その度に私はシロタンやと、うん、訂正する。うん、そんなくだりがありましたよね。ありますね。ええ、おなじみ、もう何年かやってます。何年かやっております。うん、これは、アイスちゃんは、うん、気を使って、ボケてくれているのか、うん、それともはたまた本当に、違いが分かっていないのか。うん、え？それは、うん、私も分からない。うん、しかし、今日はですね、これいい機会だと思って、うん、アイスちゃんにも、これを見ている皆さんにも、シロタンとゴマちゃんの違いについて、ゴマちゃん解説していこうかなと思います。え、そうなん？これゴマタンちゃん？これシロタンです。そうなんや。え、かわいい。静電気注意って書いてある。シロタンです。こっちシロタンの？こっち？そうです。これがシロタンなんですけれども、うん、まあ私が愛してやまないシロタン。うん、皆さんこういったタイプのシロタンよく見たことあるんじゃないですか。ゴマタンや。あのシロタンって結構大きいお店があるんですよ。ショッピングモールの中にこう、うん、入ってたりして、シロタンがこう積み上げられたりするのよく見るんじゃないですか。皆さんもあった原宿にゴマタンお店があった。シロタンやと思うわ。それも、うん、常設であんのよ。え、人気キャラやってんな。だって丸いとかにもあんねんで。え、すごいやん。すごいやん。ありそう。大人気、うん、私も幼少期から愛してると。そうやったんや。抱っこして寝てた、うんうん、このヘルベッタ、これが通常形態なんですよ。これがいろんな大きさがあって、これがシロタン、うん、こういうね、最近はこう縦型のものとかが人気で。そっちの方がイメージあったわ。こっちがゴマタンなんか。これがシロタン。これもシロタン。あ、そうなんだ。はい、これが立っただけですね。これはツイタンって言って、うん、ツイタン、シロタンをどこにでも連れて行ける、ついて行っちゃうもんみたいな感じ。ツイタン、なんかね、お洋服着せたりとか、キーホルダーがついてることによって、はいはい、カバンにつけたりとかして、この子と一緒にお出かけすることができると。可愛らしいな。こう顔がね、うん、てんてんてんみたいな感じのシンプルな顔が特徴ですね。うんうんうん、これがシロタン。はいはい。で、ゴマタンが？で、ゴマタンはですね、いません。おらんの？おりもせえへんの？はい。多分、あやさが言うてるゴマタンって言われてるやつは、ゴマちゃんなんですよ。ゴマちゃん？はい。皆さん、ゴマちゃんっていうのは、少年アシベってわかります？作品。アシベわかるよ。アシベに出てくる、うん、アシベが拾ってきたゴマフアザラシのことです。はい。特徴的なのは、ここがね、ネズミ色なの、口が。ちょっと後で私も手書きのイラスト出すんですけど、皆さん、こんな感じです。なので、見た目の様子がちょっと違うね。あのね、黒目の中に白目があったりとか、うん、形状はかなり似てますね。はいはい、はい、はい。これちょっとパッと見せるんですけど、こんな感じで。これがゴマちゃん。え、すごい。違いあるやん。白タン。まとめてくださってる方がおります。え、それまとめとかんの？で、さらにですよ、もう一匹、似てるアザラシというか、アザラシ界隈で人気な子がおりまして、それが豆ゴマって呼ばれるやつなんですよ。豆ゴマ大好き。豆ゴマちゃん。豆ゴマちゃんはこちらですね。かわいい。アイスちゃん豆ゴマちゃん好きやで。豆ゴマちゃんはこう、口周りが青い。かわいい。絵本買ってた。水色みたいな。ほっぺがピンクみたいなのがちょっと強めに出てる。うん、実はシロタンもよう見たらね、こんなにピンク入ってたりするんですけど。アイミンのリップついた色ちゃう？違う違う。ほんまにうっすら桜色みたいなのがあって、うん、公式的なところではね、グラグラグラっていうのがありますんですよ。うっすら。そう。で、まあ、こう、目の位置とか、かわいい、横から見た形とか、まあ、喋る言語とか、え？違いがありますね。え、シロタン喋るやん。え？まあね、こんな感じで全然違うんですよ。好きな人からしたら見た目が。一緒やと思うかもしれないんですけど、うん、顔が全然違うので、確かに。同じアザラシやからといって、ゴマちゃんと豆ゴマも好きになるかというと、そうじゃないんですよ。そうなの？そう。え？アイミン全部好きちゃうの？シロタンが好きやな、やっぱ。もちろんみんな可愛いと思いますよ。うんうん。え、ゴマちゃんとかはね、結構ね、眉毛とかもはっきりしてたりして。ほんまや。一番アザラシと似てる。豆ゴマはもうむしろ眉毛がね、ないですね。可愛い。そんな感じで、まあ見た目、ほんま些細な違いいろいろあるんですけれども、うん、全然違うアザラシなんだよというのをね、うん、知ってほしかったんですよ、私は今日は。そうなんですね。はい、そうなんです。なので、これからもね、うん、ぜひあのシロタン
覚えていてほしい。そしてゴマタンっていうのは存在しないというのね。そうなんですね。今回理解していただけたら。確かに。フュージョンさせちゃってたんや、私は。そうかもしれへん。チーム Y！ちなみにシロタン福袋買いました。結構あの固定のものとか、うん、その絶対入ってるものあって、ランダムでいろいろあってみたいな感じで、はいはいはい、はい、買わせていただきましたけれど、グッズ展開が半端ないんですよ。こうシロタンだけじゃなくていろんなキャラクター、ラッコ、犬とかいろんなお友達がいたりとかですね、とにかくね年々可愛くなっていく。最近はベビーのシロタンとかも出てきて、絶対好きや、超可愛いの。なんか困り眉でベビタン、なんかあのあれあれつけてんの、なんか哺乳瓶、あ、そう、哺乳瓶も持ってるし、なんか、あ、何け、おしゃぶり、おしゃぶりをつけてたりして、ゆりかごみたいなのに入れられるみたいな。可愛いやん。そう、こんなちっちゃいのもあれば、こんな大きい30センチくらいでこう抱っこできるやつもあったりして、とにかくもうシロタングッズがほんまにポン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 出るの。やっぱ人気よね。めちゃめちゃ人気すごいよ。でもそのさ、クオリティが衰えへんっていうかさ、ずっと可愛いの。なるほど。他のアザラシと何が違ってその好きなんて言われたら、まあ顔やね、やっぱり顔。顔、この顔見覚えない？トムトムプリンとか、おグッド花丸とか。あ、グッド花丸かと思う。確かこれ似てるわ。同じ顔してんのよ。グッド花丸や。私この顔が好きやね。確かに。そうなの。点でな、あの絵描き歌でできそうな顔してるってこと？そうなんでございます。まあね、とにかくね、シロタンはもうやっぱファンを飽きさせないね、企業努力っていうのがね、素晴らしい、ね。企業とかだよな。本当にもう家中シロタンだらけ、うん、洗濯ネットとか。そうなの。スリッパとかはもちろん。やっぱ生活にこう組み込まれていく。私もしかしてシロタンファンの人からしたらもう、うん、やばい。大炎上するかもしれん。いやでもね、あるあるなのよ。あ、そうなんだ。そう、シロタン好きなんですって言って、あ、あのアザラシのやつでしょみたいなのになって、うん、それはグマちゃんのこと言ってたり、マメグマのこと言ってたりって、めちゃめちゃあるある。アザラシ好き界隈であるあるなの。そうなんだ。そう。じゃあ私はちょっとここでちゃんと理解して、悔い改めないといけない。うん、まあ、正直な話をすると、うん、本当に間違ってる時もあるし、うん、でも最近はやっぱ頻度高いからさすがに私も覚えているけど、うんうん、アイミンのそのツッコミの中で一番瞬発力があるのがこれなんです、うん、ああごまった塩たんなっていうのが面白くて、正直、まあ、遊んじゃってたところはあった、うん、でもごまたんって思ってたよ。うん、思ってたもん。全然思ってたよ。ゴマちゃんがおるとは思わんかったよ。思わんかったな。ほんまにゴマたんやと思ってた。そう。そこがスタートやねんな。あえてボケてくれてるんやなっていう、そういう優しさも分かってた。これからも引き続きそれはやってほしい。そうやってほしいけれども。それはずない。もうこのメカニズム分かってて。でも、改めて今日はね、シロタンの魅力をお伝えしたかったなというのもありましてですね。そうやな。いろんなグッズ展開されておりますので、いつかね、チームワイとコラボしたいね、私は。おー、ええやんか。そう。なんかさ、そのご当地シロタン、うん、おるんやろ？おるよ、いろんなシロタンおる。エトノシロタンとか。いろんなシロタンがおる。いや、そんな感じな、アイミシロタン紛れてでも。アイミオンリーでええの。アイミシロタン。この間さ、ビレバンさんでさ、グッド花丸さんとはコラボさせていただいた。で、その時も、バッとバツバレじゃなくてグッと花丸さんですかみたいなこう、うんうんうん、先方からのリアクションがあって、もうグッと花丸でみたいな感じやってんけど、うん、でもシロタン様様やからコラボさせ、そうさせてくれへんのじゃない。 でもやっぱ、うん、そのコラボって言ってもいろいろあって、うんうん、ラインスタンプになったりとか、おアクリルキーホルダーになったりとかあんねんけど、でも私ぬいになりたい、はいはい、ぬいぐるみになりたい。アイミンの顔面になるってこと？チーム Y カラーとか、その Y の T シャツ着てるとかだけでもこうコラボを表せるから、はいはいはい、そう、なんか被り物がやっぱ結構多いから、シロタンは。なるほどね、うん、お洋服着たりすんや。そう、てっぺんでも Y でもいいし、うん、なんかね、うんうん、シロタンと絡んでこうぬいぐるみのグッズを出すのが夢なんですよ。いいな、クプー、うん、クプー。それはゴマちゃん、あれ、え、そう、マメゴマプープープー、それは豆ごまです。これ豆ごまか。キューキュー。これもごまちゃん。ああ、そうです。はい。ぜひね、気になった方はどんなグッズがあるのかなっていうのをね、いろいろ調べていただけたらと思います。これね、アパレルもありますしね。ぜひお手に取ってみてください。あとね、おすすめなのはね、やっぱり、ね、はい、シロタンってほんまにかぶせもんいっぱい出てるから、そのかぶせもん別のぬいぐるみにも着せられるっていうのが、良いところで、ね。なんかフィギュアとかでよくあるやつやな。そう。頭変えてみたいな。シロタン用の布団とかさ、ベッドとかなんか、お洋服とかあるから、それはね、別の子にも着せられるっていうの。へぇー。シロタン
ショップに行くだけで、うんうん、ぬいぐるみが好きな人は、ぬい人生、ぬいライフが、はかどるんちゃうかなと思いますね。うん、そんなわけでした。愛が伝わりましたよ。はい。ぜひ皆さんにも、私の手書きイラストだと思うんですけれども、うん、伝わっていたら嬉しいです。皆さんもね、好きなアザラシを見つけてみてはどうでしょうか。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。